ご尊父信玄公が亡くなられ、浅井長政も孤立して信長に討たれた。いいところまで行ったのだがな、実に惜しかった。だがまだまだ逆転の機はあるぞ。我が輩が信長を戦場に引きずり出す。そこを無敵の武田騎馬隊で討ち取ってしまえばよい。信長の鉄砲を恐れておいでかな。大丈夫、我が輩が信長の鉄砲を詰まらせておけば、撃った途端暴発して自滅するわ。撤退か決戦か迷っておったが、久秀殿が暗躍してくだされば武田の勝利は固い。信長様、鉄砲三千丁到着いたしましたぞ。これは信長様専用のものでございます。大尉、久秀、試し撃ちは済みしか。あ、撃て、あの木の枝を撃ち抜いてみせよ。いや、それは信長様専用の鉄砲を撃つなんて恐れ多い。撃て。あ、そんな、あ、ダメ。久秀、この信長をたばかりほふらんとしたか。許す。信長は金ヶ崎の危機から見事脱出。久秀の目論見は再び外れてしまう。その後、長政は甲斐の武田信玄と組み、織田軍を追い詰めるが、運命はまたも信長の味方をする。まもなく信玄が病没し、武田家は衰退。大きな後ろ盾を失った長政は信長に攻められ自害した。その後、信長は信玄亡き武田に徐々に圧力をかける。武田当主勝頼は逆転を狙い、徳川領の長篠へ侵攻した。信長は同盟者である徳川家康を救うべく、強固な馬防柵と三千丁の鉄砲を用意し、自ら出陣。戦国最強と謳われた武田騎馬隊の戦法は、鉄砲攻撃によりほぼ壊滅状態となる。信長の意に服し、武田軍と戦わされる羽目となった松永久秀は、その光景を歯ぎしりしながら眺めていた。反逆の将、長篠の戦い。今日はお好きかね。いらっしゃいませ。お買い得品があります。毎度ありがとう、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 毎度ありがとうございます。戦なき地平見るために。
鉄砲の欠点が玉込の間無防備のこと。しかし鉄砲隊を3区に分け、変わる変わる発射装填を繰り返すことで間断ない攻撃が可能となります。いかにせんか撃てはっ。1番隊構え。新しき世、信長様の世を切り開くのです。馬毛作の力侮れぬ。ここは一旦引く。鉄砲の前に武田騎馬隊は無と化した。長篠城を救うため飛びガス山砦を奪え。鉄砲の悪事も見抜いておった。その上でまだ我が輩を許すというのか。雨がしたしろ。そう、撃ち取ったり。長篠城にかかりきり、織田本陣は手薄ぞ。長篠城へ向かうのだ。かかったな、勝頼。しまった、まだ鉄砲隊を隠していたか。信長様はわざと本陣を手薄にした。武田の残存兵力を誘い殲滅するために。臆するな。山形正景と赤備え、これにあり。再び策を蹴通す。信長の首をかっけれ。開門。敵将、撃ち取ったり。雨がしたしろ。さっさと落としちまいましょう。
この真面目な働き報われればよいな。我が剣は心を切るためにあるのです。親方様、信長の首には今一歩及ばず。勝頼様、どうかご無事で。姉が親しみ、我が剣は心を切るためにあるのです。古き者の不動もよ、生き古き時代とともに。赤備えまでも粉砕。ならねえ、なんと悪運の強い。魔法作と鉄砲の力がこれほどとは。もはや我らに勝つ手立ては。勝頼様、最後まで諦めてはなりません。私が敵婦人の穴をついてみせます。たっこ撃破し戦況を変えるつもりか。あらがうか。むかつ。織田本陣へ突撃する。父の仇、今こそ撃たん。すべて出す。戦はひっくり返る。武田の意地見せようぞ。うわっ、雑魚どもが引っ込んでおけ。忠義面無質が走る。我が剣は心を切るためにあるのです。危ないところであった。真田、侮れぬな。平さんを撃ち勝たせてもらいます。急げ。その真面目な働き報われればよいが。奥平さん、兵糧はいただきますよ。開門。進む兵糧は
てなるものか。わし自ら侵入者を撃ってくれるわ。もはや武田も頼りにならん。信長の兵隊はやはり我が輩しか奪えぬ。武田はまだ終わりではない。馬場様、内藤様、攻めましょう。開門。武田はまだ兵力を残していたか。追ってはおけぬ。待っていましたよ、奥平さん。兵糧と一緒に燃えてもらいましょうか。じゃと抜かったわ。我が剣は心を切るためにあるのです。その真面目な働き報われればよいが。武田の敗北は必至。分散して逃げ延び再起を図ろうぞ。開門。まあ逃がしはせんが、いやよかろう。片隅が消えてもらおう。もはや我が将兵に戦意なしか。だが
この勝頼は最後まで戦おう。新しき世がすぐそこに。これからも信長様のために励みましょう。結局全て信長の思惑通りか。つまらん、実につまらん。勝頼を焚きつけたことを見抜いておる。だがその上でまた我が輩を許した。茶番はもういい。もうあたくさんだ。奴はまだ自分の運命は自分の手にあると思い込んでおるらしい。だがそれは我が輩がそう思わせておるだけ。信長の運命はすでに我が輩のもの。我が輩は我が輩の運命を取り戻しにかかる。光秀、我が輩は信長に背くことを決めた。久秀殿、謝ってはなりません。長政殿や武田の末路をご覧になったでしょう。ご覧になったから背くのだ。信長を生かしておいては死者が増えるばかりよ。お主に物申す。お主が望むは凄惨な報復か、死体の山か。信長は将や民だけではない、この時代の運命すらも掴もうとしておる。奴は神にでもなったつもりか。神など信じぬくせに生意気だ。久秀殿、決心が揺るがぬようですね。ならば戦場にてお会いいたしましょう。残念、実に残念だ。光秀、お主は世を救える優しい男だと思っておったのに。さらばだ光秀。久秀殿、